陣にしても、まあね、メイン勝ったからまあよかった、まあ、たまにはこういうメインもありですね、はい、まあでも広田はね、もう、まあ、もちろんこれ勝敗は度外視してということですけれども、まあとりあえずメインイベント広田がジャックしたという格好に大したもんですね、やっぱり、まあ、なってますよね。広田が入ると広田の試合になっちゃうんですね。なっちゃうんですよね。何やってんだよ、まあ、完全に3人が広田のペースに巻き込まれて、まあ、その割りを食ったのは誰に指示してんの、その割りを食ってしまったら完全に大崎ということでね、そのあたりの怒りが先ほど爆発してたかもしれませんけれども、まあまあたまにはこういうね、こうのどかなね、のどかな名イベントいいですね、確かにね、たまにはいいもんでしょうね、ずっとこれだと困ったもんですけどね、本当に興行のラストというのは大体いがみ合って終わるパターン、ね、あれ、なんだ、あれ、あじゃちょっと待ってください、あらら、アジャだ、あーこれね、すいません、のどかなんて言ってるとえらいことになるわけですね、これはアジャですよ、アジャですね、あーっとマイクをそのまま掴む、なんだかこんなの名古屋ね、負けたら解散とか言ってるらしいけど、そんなところでつまずかれちゃ困っちゃうんだよ、今度の名古屋何があっても無傷で勝ってこいや、名古屋は何があっても無傷で勝ってクラッシュ戦継続してください、よろしくお願いします、複雑な状況になっちゃいましたね、アジャは完全に我が道を行くという、まあ、小津工業でもそんなようなことを言ってましたけれども、誰にも新子勢はこうやってリングを降りました、そうですね、誰にも差し出されないって、ちょっとやこれは私とお前らのやり取りだった、あんな関係ない、いいか4月8日必ず無傷で勝ち上がって次アジャ工業のことよく覚えとけ、パートナーはしっかりと連れてくるからな、さあこれはまさに不運休を告げる展開と申し上げておきましょう、しかもパートナーを連れてくると X 一体誰なのか、さあクラッシュ2000とアジャコングの攻防はこれは実現しますかね、近々ね、いや するんでしょう、はい、あれがアジャコングのこの間の私たちに対する答えならしっかり受け止めましょう、誰でもいい、あいつが連れてくんやつだって誰でもいいよ、ただし無傷でどの号のっていうぐらいだったらあいつ4月こいつの目の前で見ろっつうの、俺らの試合を確かめろっつうの、その上でやるかやらないかもう一回決めればいい、